フリカヤマネのベビー発見から4日。アフリカヤマネのベビーを発見してから刺激をしてはいけないと思いながら気になって仕方がなかったのです。じっと我慢してたのですが、泣き声も聞こえないし、もういないのなら早く諦めた方がダメージが小さいかもと思いながら、簡単な掃除と餌やりに乗じてチラッと、いる、ベビーがいる、5匹くらい見えるかな。多分手前の大きい部分は母の体だと思います。おっぱい飲んでる。お母さんはねねちゃんではなかったのかな。ねねちゃんは大好きなマシュマロを食べるために赤ちゃんを足毛にしていますね。ひっくり返ってもがいてますね。尻尾がかわいい。みんな元気に大きくなってくれますように、時々観察させてね。顔が見えた。1ヶ月から1ヶ月半くらいで離乳と聞いたので、ゴールデンウィーク頃にはハンドリングできるかな。とにかく栄養のある食事を心がけます。バトンチャンネル257、ご視聴ありがとうございました。